皆さん、こんにちは。皆さんは声優の天宮空さんをご存知ですか？天宮空さんはその可愛い声とルックスで人気を博している女性声優さんです。今回はその天宮空さんの経歴、熱愛彼氏、性癖、黒歴史、本名について調べましたのでご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。ではまず天宮空さんについてご紹介します。天宮空さんは東京都出身の1993年8月28日生まれです。天宮空さんは幼少期から目立つことが好きで、積極的に目立つ仕事を引き受けていました。そしてそのために周囲の大人から褒められることも多かったそうです。そんな天宮空さんは当時、自分が世界で一番可愛いと思っていたといい、将来は人前に出る仕事がしたいと思うようになっていきました。しかし中学校に上がり、こうした自信満々な発言が周囲に受け入れられず、だんだんとマイナス思考になっていきます。この思考を直そうと高校では軽音部に入部し、ボーカルを担当していました。そしてそんな天宮空さんに人生の転機が訪れたのは高校2年生の時でした。天宮空さんは高校2年生の時に声優の沢城みゆきさんが演じたキャラクターがまとめられた動画をアニメ好きの友人の勧めで視聴し、この動画で沢城みゆきさんが様々なキャラクターを演じ分けてるところに、かっこいい、私もなりたいと感銘を受け、声優を志すようになります。この最初に見た動画によほど衝撃を受けたのか、天宮空さんは高校時代何の作品かもわからないままに沢城みゆきさんの演じている動画を投稿時間に見ていたそうです。そして2011年に第2回ミュージックレインスーパー声優オーディションに朝倉桃さん、夏川椎名さんと共に合格し、翌年に声優としてデビューしました。デビューから約2年後、テレビアニメ1週間フレンズで初のメインヒロイン役に抜擢。加えてエンディングテーマとしてスキマスイッチの奏でをカバーし、音楽番組ミュージックフェアにてスキマスイッチ、クリスハートさんらと共に歌唱を披露するなど、ステップアップとなった作品となりました。そして同年の8月にファーストシングルスカイリーチをリリース。この曲はテレビアニメ赤目が切るのオープニングテーマに採用され、アーティストとしてのデビューシングルにして自身初のタイアップ曲となりました。さらに4ヶ月後には同じオーディションで合格した朝倉さん、夏川さんと共に声優アーティストユニットトライセイルを結成。現在では多くのタイアップ曲を担当し、ザ・ファースト・テイクに出演するなど人気の高いユニットとなっています。2015年には第9回声優アワード新人女優賞を受賞。翌2016年には初となるファーストアルバムの発売とファーストソロライブを東京、大阪で開催しました。現在では年間10本近いアニメに出演しながら、自身ソロでの YouTube チャンネルやテレ東音楽祭に声優として初めての出場、こちらも声優として初となるザ・ファースト・テイクソロ出演を果たすなど、声優アーティスト両方で広く活躍しています。ではこれに加えて天宮空さんの家族についてもご紹介します。天宮空さんのご両親は一般人で、天宮空さんが詳しく明かしていることもないため、名前などの情報は判明していません。ですが天宮空さんの話によると、母親は弟のバイト先に一緒に行ったなど、共に過ごしているエピソードが明かされていますので、仲は良いと思われます。父親については反抗期の頃にかなり言い合いをしたと話しており、その言い合いのおかげで良い発声練習になったと話していたので、仲が悪いということはないと思います。そして天宮空さんは弟がおり、その弟を溺愛していることで有名です。その弟さんのことはよく話に出てきており、そのため身長は 180cm でスタイルが良い、年齢は3歳下、あだ名はタラコなど多くの情報が明かされています。弟さんに関するエピソードとしては、買い物に行くときに暇だから一緒に行こうと言うとついてきてくれる、弟のバイト先を母親と共に訪ねる、食事を作るのを手伝ってもらう、
お酒なしで5時間2人で話せるなどがあり、兄弟の仲の良さを感じます。このように雨宮空さんは家族仲は良いようですね。では次に結婚、彼氏についてご紹介します。雨宮空さんは2014年頃に20代後半から30歳くらいで結婚したいと話していましたが、まだ結婚はしていません。そして雨宮空さんは自身の理想の結婚について、結婚したら青い家を建てて家政婦さんを雇うと明かしています。そして家を建てるために貯金するとも話していて、若い頃から具体的な結婚観を持っていました。雨宮空さんは2023年に30歳を迎えましたので、おめでたい報告を期待したいですね。結婚はしていませんでしたが、彼氏はいるのでしょうか。雨宮空さんに彼氏がいるのか調べてみたところ、そういった情報もありませんでした。雨宮空さんはとても美人なので、かなりモテることは想像できます。人前に出る職業ですので、もしかしたら彼氏はいてもバレないように慎重に付き合っているのかもしれません。ではこれまでに熱愛の話はあったのでしょうか。これについて調べてみると、何人かの男性がヒットしました。この男性陣についてご紹介します。歴代彼氏1、谷山紀章。1人目は声優の谷山紀章さんです。谷山紀章さんは1996年に声優デビューしたベテランの声優です。雨宮空さんと谷山紀章さんが噂になったのは、朝の情報番組の取材が行われたスポーツバーに偶然居合わせたのが発端です。この際に谷山紀章さんの隣にいた女性が、雨宮空さんに似ているとネットで噂になりました。そして焦った谷山紀章さんがツイッターでエゴサーチしようとしたのか、すっきり雨宮空と誤ってツイート。これは削除したものの、あっという間に拡散されてしまい、二人の仲への疑惑が深まる結果となってしまいました。しかしお二人とも交際を認めたわけではないので、あくまで噂の息を出ていません。歴代彼氏に斉藤総馬。二人目は声優の斉藤総馬さんです。斉藤総馬さんは早稲田大学在学中に声優デビューした方で、雨宮空さんの2つ上の男性です。お二人の交際が噂されたのは赤目が切るでの共演がきっかけでした。しかし2人とも交際を認めておらず、明確な目撃情報もないので、こちらも確かな情報とは言い切れません。ということで現在は結婚しておらず、彼氏もいないとされている雨宮空さん。では好きなタイプはどのような方なのでしょうか。まず雨宮空さんは自身を人見知りと形容しているため、根は慎重で真面目なタイプだと推測できます。他にはテレビアニメ彼女お借りしますでヒロインを演じた際には、インタビューの中で主人公に対して優柔不断でイライラすると話していたので、きっぱりと決断できる男性が好みなのではないでしょうか。総合すると破天荒や推しが強い男性よりも、真面目で堅実な決断力に優れる男性が好みなのかもしれませんね。次に性癖についても調べてみました。雨宮空さんはラジオ番組でよく共演者をいじったりからかったりしている様子から、 Sっ気が強いのではと言われています。ですが中には人見知りが激しく Sっ気が強いということで、周りをからかっていじられ返すことを楽しむ M なのではとの意見もありました。どちらにしても雨宮空さんほどの美人であれば受け入れられる方が多いのではないでしょうか。どちらだったとしても雨宮空さんの魅力には違いありませんね。では最後に黒歴史と本名についてご紹介します。ネットでは雨宮空さんの学生時代のブログが流出していると言われています。そのブログとは、現在はサービスが終了しているヤプログ by GMO というもので、この名前と生年月日などの情報から雨宮空さんではないかと言われているようです。そのプロフィールにはニックネーム空、性別女性、誕生日8月28日、現住所東京都、職業小中高生、趣味音楽ありプロジェクト様と書かれていました。ちなみにこのブログはゆとり厨房の平凡を華麗に変える甘美なる思考回路的日常
ああ、落胆。と題されており、確かにこれが本人のブログなのであれば、黒歴史と言えるかもしれません。天宮空さんの生年月日から逆算すると、中学生くらいの年の頃に書かれたブログですが、本当に本人のものなのでしょうか。ちなみに、天宮空さんの本名の一節は、空が本名だと言われており、これは芸名とこのブログの名前が根拠とされています。そしてもう一説は梢らしく、これは過去に声優の現場で呼ばれていたという話が根拠で、これがどこで漏れたのかは明らかになっていませんでした。名字については中村で一択なのだそうです。天宮空さんの黒歴史二つ目は、とある彼氏の存在です。前述した彼氏の話題ですが、その中の谷山紀章さんとのことが黒歴史と呼ばれているようでした。ですがなぜかは詳しくされておらず、谷山紀章さんが彼氏であることなのか、テレビに映り込んでいた話なのか、明確には分かりませんでした。いかがでしたか。今回は声優の天宮空さんについてご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。